はい、皆さんおはようございます。本日はですね、今朝の3時なんですけども、私は今からチャンギ空港の方に向けまして、出張でですね10日間ほど、香港の方に向かいますので、本日はですね今から香港への道のり、こちらについてですねご紹介をしていきたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方はです、最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。チャンギ空港のですねターミナル1の方にね、到着しました。いつものごとくですね、私が乗るのはスクーターでですね香港の方にね直行便で向かいます。まあ、朝の3時半なんですけどね、まあ、かなり人がもういらっしゃいますよね。まあ、早朝便はスクートだらけって感じですかね。これはね朝6時香港ですね。No.7出国手続きをね無事に終えましたので、今からご自由行動なんですけども、まあまだですね3時半ぐらいなので、時間は非常にあります。まあ、6時のフライトなのでですね2時間半前ぐらいに、ね、到着したので、まあ余裕はまだあるという感じですね。はい、まあちょっとね、どこかに座って、まあ、メールでもチェックしようかなというふうに思います。ある程度ねチェックインが終わって、あと時間が出てきたのでですね、今ちょっとコーヒーでもですね買って、仕事少しね、仕事をしてですね、香港の方に向かいたいなと思っております。これすごい目の前に、スクートの飛行機が今止まりました。はい、じゃあですね今から、ボーリングゲートの方に、向かいます。上乗り飛行機です。可愛らしいですね。はい、今香港に着きました。まあ香港ね多分28度ぐらいなんで、シンガポールよりもまあ3度ぐらい、低い感じですね。はい、天気なんでねいい感じですね。まあ、今日はね、展示会ないので、ホテルにチェックインしてちょっと仕事をしたり、まあ、運動したりとかして、楽しみたいなと思います。で明日からのね、展示会に向けてね頑張っていきたいなと思います。はい、今からですねイミグレーションを通って MRT の方でですね、ワンチャイの方に向かっていきます。ちょっとね香港ドルもね下ろしていきたいと思います。はい、今からですね空港を出てきましたので、エアポートエクスペースでですね、ワンチャイの方に向かっていきたいと思います。前回ね、来た時にもうこのオクトパスカードがねあるので、まあ、スイカみたいなやつですね、まあ、そこに今ちょっとお金をタップして、まあ、行こうかなと思います。あの辺の販売機ですね、あそこでオクトパスカードにチャージできるという感じですね。はい、はい、香港のですね MRT も非常にね、シンガポールと似ていて、まあ、無人でですね効率よく動いていってくれます。シンガポールも香港もそうなんですけど、 MRT ってね基本的にもう無人なんですね。カナダもそうだったんですけど、日本はねまだまだちゃんと運転手さんがいてやるっていうのが、まあ、あるんですけども、まあ、ただまあ日本もね、例えばモノレールとかそういうのはね無人だったりとかすると思うんですけど、こっちは、ね、基本的に無人が当たり前みたいな感じになってますね。これ今香港駅まで多分24分ぐらいで行くんで、そこからね、また乗り換えてワンチャイの方に行くと、そういった形になります。もうすぐ空路に着きまして、空路っていうのがね香港の、まあ、北側の、まあ、一番ちょっと栄えているところで、そこから、まあ、海を渡って南の香港島に来まして、まあ、そこの、まあ、ワンチャイというところがね、明日、まあ、実際に展示会が開催されるところがあります。